はい、ありがとうございます。全国ツアーということで4月の末から、全国を旅してまいりました。全部で7拠点、仙台、福岡、沖縄、北海道、東京、大阪と来まして、本日の浜松公演でございます。今年で私の活動が10周年ということで、今までの感謝の気持ちとこれからもよろしくねの気持ちを込めて、一生懸命演奏したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では次の曲に行きたいと思うんですが、今回はマリンバの全国ツアーということで、マリンバの響きを存分に味わっていただきたいということで、さやちゃんと私で、クラシック曲のパパレリアグリパーナを披露で演奏してみたいと思います。お聴きください。
阪と沖縄と北海道の4拠点ではショッピングモールで演奏させていただきまして、出雲くんもね、北海道で一緒に演奏してもらったんですけれども、で本当にたくさんの方にマリンバの音色を楽しんでいただきました。で次はこの4拠点でも大変人気だった曲を2曲続けて演奏させていただきたいと思います。運動会メドレーと菅田将暉さんの虹を2曲続けて演奏させていただきます。お聴きください。
虹を2曲続けて演奏させていただきました。今日のライブはですね、2部構成になっておりまして、間に15分休憩を挟ませていただくんですが、次の曲がファーストステージ最後の曲となります。ここでちょっと1つご案内をさせていただきたいと思うんですが、こちらの、中央の前の方にこちらにチップボックスがございまして、今日は投げ銭制ということで、もし私たちの演奏良かったなって思っていただけた方は、ぜひお気持ちいただけるととても嬉しいなと思います。というのと、私の打楽器のたまちゃんのグッズがございまして、こちらにですね、ちょっと端っこの方なんですけれども、ステッカーとかトンカチとかいろいろ置いてありますので、ぜひチェックしてもらえたらめちゃくちゃ喜びます。よろしくお願いします。ありがとうございます。では一部最後の曲はピコピコです。お聴きください。